はようございます。新来2日目メガカスのヤーマンです。今日はスロット狙い手地台数4台のお店にやってきました。抽選並びまして、なんと今回は2番道に迷いさえしなければ座る。今日はスマスロで万枚狙います。新台2連勝を目指してメガカスタム、よろしくお願いいたします。取れたぞ戦国乙女。4台設置でこれプラスのプラマイゼロ、これマイナス、一番マイナスの台でこれを選びました。入金この機能選択画面が。キャラカスタム、今日メガカスタムは使えないのでキャラカスタムで家康ちゃん、もう家康ちゃん一択ですよ私、はい、頑張ります。全てが家康さんになりました、はい、完璧です。これで今日燃えていきたいと思います。よろしくお願いします。お待たせ、美味しそうです。いい景色ね。追加200も減った。乗りましょう。さらにチャンスめ。まだ日も落ちていないというのに。早くを引いても何も起きない。敵が進軍を開始しました。これゲーム数煽りっぽいで光ってる。これより軍議を開始する。まだ動きは。さあ朝一天国はあるのか。まだ動きは。申し上げます。申し上げます。大海軍攻めてきました。出陣。大海軍に進攻をし放て。ギャお返しが必要。はい、行くわよ。ボタンツアーをさせてくれないと天国はなかったみたい。チャンスを止め。ここに若干設定差がある。さあこれポイントからです。行きますわよ。さあどこかしら、ここかしら、これ次の隣あそこかしら。いやいや、ありえませんわ。1回目の999はする。いい景色ね。まだ終わってないのか。終わりました。幸先悪いから大丈夫か。軍事を開始する。申し上げます。シエさん、ガンガン行くぜ。戦国乙女、ここは頑張ります。そうだよね。申し上げます。青なのチャンス。敵に動きはありません。申し上げます。敵に動きはありません。まだ行くの。最適かよ。消えてる。濃厚だろこれ。え、ここで出会えや。この一手で罪だ。さらにここも溜まった。246。多分リールロックからじゃなくてゲーム数だと思うんだけど、こうなんですよね。さらにここでボーナス確定です。狙ってください。さあ本日初ボーナス戦国乙女ボーナス。次の告知方法を選んでください。これが裏告知だ。これチャンス告知だ。さあ延長が欲しい。もし延長。ああ残念。30ゲーム。ここはモードしたらしい。武器説明です。2人なんで下から2番目です。もらった。最適かよ。今
今動くが吉。そこまで出ました。あら久しぶり。また敵将村雨を撃破せよ。また200のところの層。ちなみに右下このポイント3スルーしてます。狙ってください。ボーナス確定です。戦国乙女ボーナス。いや完全国頑張ります。右左中。まあ出るから青い。さあパトランプ降りてきて中開く。ダメ。さあ萌え強地だったら 50% 強地引いた。ただ何も降りてこないんだけど。取れました。いやちゃんかわいいな。ここであの閉店まで見てられるね。さらにチャンスね。ここではなし。さあ頑張りましょう。この数字が赤いのは関係ない。おいきなりフリーズが3段階目。ただ鬼熱い。チャンス目。ここでレア役チャンスなのにレア君だよ。またあの敵将村雨を撃破せよ。さあ、だよ、カップイン。あるだろ。お願いします。さあここで白棚が3分の1ぐらいで揃うらしいんですけど、揃えないでここの赤いところで揃えたら大チャンス。上乗せ特化ゾーンだと思ってもらえれば OK です。ここでは引かなくていい。スルー。まだ言わない。L 以外だったら大チャンス。右左はなく。さあここは20ゲーム固定だそうです。リップ。聞いた。リップ車内1回転レア役。優雅ですわ。なんとかレア役で20ゲーム強くはなし。ここで引く。やっぱり数字赤くないもん。やっぱりさっきはチャンスだったっぽい。ワンチャンあるの好きよ。サンキュー。ボーナス確定です。
くよ。流れで乙女性能表です。リプレイもベルもダメなんだけど乗ればでかいと、そしてチャンスで強チェリーもでかいと。さあこれなんか引いただろう。今日だったら熱い。あージャックが弱い。強くて可愛いジャックでも乗った。さあジャックでも乗った。この画面しか出ない。横浜ラッシュ。次の一手で活路を開く。ジャックチェリーからのチョチェリー。頑張ります。これで終わりです。ごめんなさい。ダメ。左右やりました。これは熱い。天井に向かう大精神。久しぶりだ。敵将。よし。参ります。まだよ。まだ。オッケー。まだ。よし。来ました。3分の1。ここメガカスタム。ここ。はい。完璧。吹と吹く風の裏にと花の葉。サガナを彩る藤色の山。王女宇治の山。ベルで上乗せ買って激アツ。ベルだね。ベルであんまり乗せないけどベルで乗せまくるとベル以上で。オッケー。広い広い。105ゲーム。やったぜ。さあ、いけたぞ。しかもチャンスね。いやー、じらされて、じらされて。こんな感じ。さあ、今までに見たことない画面。1ゲーム目から、手早く。さあ、これで、投資のマイク分は出ました。ヤマカンチャンス来ました。400分の1ぐらいらしいです。4択が当たるとボーナス。そこは黙って逆を新作。こういうこと。イエスチャイル。やめて倒した。よし。チャンス、イエスチャンス。行きます。ここは、こい。これが愛。
シャーク。絵柄ぞろい上乗せ超高確率。どういうこと？絵柄ぞろい、勘助ぞろい。目標100、いや200で。これカットいったらもう揃うんじゃない？揃わない。これはもろた。でかい、これはでかい、これ最高やん。挟む、でかい。30もある。葵の大葉よ。さあ、出会いやっこ。狙ってください。ボーナスから180ゲーム上乗せ。この台やばいわ。残り270。右左を当ててボーナスを掴み取れ。見れる。あれ、2回前って前日でも引き継ぐのか吸い寄ったのかと見れる。これはやばい。すごいことを発見してしまった。もう1回逆押し。男は黙って逆押し。完璧です。ヘルフリーズは乙女性能表です。なるほど、フリーズして左の中。フリーズしてる、フリーズしてる。機能が一時停止いたします。再起動いたしますので、しばらくお待ちください。再起動フェーズに移動。ぶっ壊れてるわ。これはやばい。最強なんじゃないこれ。ここ見ちゃう。右、なんかあの忍び魂。左、中。あ、聞いてる。刺激でどんどん増える。押してください。さあ、引けた。この揺れはちょっと強そうな通りちゃう。大台軍からナンバンデラを守れ。アイドル、信長さんいる。信長ちゃん、映画化する。はい、ここうますぎだろ。我が歩みは止めれぬ。織田信長上乗せで強乗せ確定。乙女性能表です。リプレイでもベル以外、ベル以外で超乗せやばい。これみんなここ、もう自己ベスト出すならここ行きます。ね、え、リーフ乗せ角。強くて可愛い戦国乙女。ここでもう一回引いていい。中、左、やばい。リープで50。いや、リプレイ0角。強くて可愛い戦国乙女。さらに波出し、さらにリプレイ。リプレイからのリプレイよ。え、どこ行った？左、どこ行った？リプレイ、リプレイが消えたんだ。黒ナビ、中、右、やり過ぎ。強くて可愛い戦国乙女。中、左、わしに任せよ。レア役も引いていく。強くて可
可愛い戦国乙女。これ100あるぜ。え？いや、おかしいと思ったの。戦乱にひらめく軽眼の軍師。緑波出てんだもん。これ感想じゃない？鴎外軍の侵攻を退けた武田上杉北条の連合軍はその勢いに乗り鴎外軍へ攻勢をかける。そしてついに無老鴎外と対峙することとなった。貝の虎に越後の龍か。面白い。少しは楽しめそうだ。おめえが大将か。いかにも我は無老鴎外。気をつけて、かなり手だれよ。そのようね。はあ、まだまだもっと楽しませよ。旅行かい。甘いわ。でかしたカスケ今よ。知ってるやん。友達面白い。こうでなくてはな。そうほう、刀を収められよ。鴎外が攻勢に転じようとしたその時、二つ引き両門の旗を掲げた軍勢が双方を取り囲んだ。私は将軍家血筋。なんだてめえら。将軍だかなんだか知らねえが、勝手に喧嘩に割り込むんじゃねえ。今日が覚めた。おい待ちやがれ、勝負はまだついてねえぞ。思わぬ人物の仲裁によって無老鴎外との戦いは幕を引くこととなった。ああ、なんだかすっきりしねえな。腹減ったし飯にしようぜ。私もお腹が空いてきたわ。しょうがないわね、今回は付き合ってあげるわ。完走しました。おそらく内部的に上位 AT に行って純度4枚になってます。おのおげの表情してるから、ここに設定されてるかさっぱりわかんないよね。ならびとそうかしら。そういう話しかけてるのを見かけて。ゴーリンさんって地獄少女なんですか。家康さんはふわ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 としている。私のことを連絡していただいて。これからも精進するのじゃ。さあ完走しました。1回目の AT からだったんで、もう3000枚という狭さでしたけど、これもしハマったらもっといったんじゃないかなと。ちょっとよく言うと最後の上乗せどこまで行くか最後にやりたかったです。ここからもうエンディングで終わりじゃないんです、この台。さあこっから気配を感じる。ここに今度枠ができて、これが超強川ループっていうものに入っているっぽいです。 AT が 70% でループし、なおかつ4分の1で上位 AT の新強川らし純造5枚のやつからスタートするらしいという、結構強力。イメージとしては麻雀物語2とかで天運将来引いて初代モードの 70% ループみたいなやつがあったと思うんですけど、ああいう感じだと僕は思ってます。ただ初なので何も分かりません。行ってみます。まずは 70% 取れるかどうか。おそらく天国は確定してるんで、この帯が出なくなったら終了だと思います。僕は多分約束されてる。こっから AT で 70% 取られたらダメと。戦国乙女ボーナス 70% 頼む。左右枚数も継続してる。さあこれ 70% 取れてれば取るはず。頼む。ダメ。いや、ただ外れてでかい。これは番長で言えば激アツ。70% 取れてました、単発回避。さあここで4分の1で上位 AT にいると。お、来た。神のため私を使え。上位 AT まで引いた。中左左
さあ大チャンス。さあ引いた。甘くないチャンス。ここ順走5番は超大事。さあもう逆押しからこれ来てるよね。逆押し最下位はさすがにないと俺は思っていきます。ただ右はあると思う。つまりここはハサミで行く。カモン立ちなみかい。右終わっちゃうの。腎臓5枚の赤店長を外したんだ。ここ次第ループじゃない。俺やっちゃった。妨害軍の外さない。何1 2 3 4確定を止め。結構あった。おそらくまだ続いてる。強くなれ。そうだ。まさかの 10% の引き戻し。引き戻してた。いや、リーロク次の一手で活路を開く。よし、これで100倍だから。ボーナスも欲しい。ダマカンチャンス。4択を当ててボーナスをつかみ取れ。マジで超重要これ。これで決められるか決められないかで完走するかしないかまである。信じていいっすか。もう俺信じます。男は黙って逆を知ったく考えるな。感じろ。カモン。こういうこと。覚醒あるぞ。まだまだ逆じゃん。ここだよ。今でもよしむと。いいプレーな。いやいや来る。よし。よく伸びるな。フリーズ。ボタンって言った。これ3桁以上だろ。はい。500倍乗せです。またもや自力逆押しから110ゲーム3桁乗せ。もうぐっすり寝よう。ぐっすり寝よう。右左だかね。次の一手で活路を開く。ここは止さない。右か。怖い。
私も。かわいい戦国乙女、はい、十分これで5000枚は確定。その一瞬を逃さない。5000枚取った。戦国のひらめく計画の開始。間に合ってました。ありがとう。2回目の感想です。さあここで設定した。おう、カンスケ、これから俺が。さあこれをあと2回やれば万枚です。気配を感じる。すごいタイトル。開いてる。俺は何か押したんじゃないの。強く。頑張りましょう。さあ今回あるか。フリーズないね。上位ではありませんでしたか。行くわよ。AP が 70% ルーブラだけじゃなくてボーナスはないっぽいな。いや、あるあるの。ボーナス丸っぽい。上乗せ昇格してくれたのか。これはチャンス乙女。2、3、スイカから追ってお任せください。左押してください。上乗せからスイカから。あとまだ 70% ループ引き殺し確認します。行くぞ。お願いします。まだ取れてる。これで勝ち逃げしたいと思います。みんな6000枚一撃ありがとうございます。新大人戦2日目やってやりました。こんな展開久しぶりです。超嬉しい。これで新しいサンダル買えそうです。本日もご視聴いただきありがとうございました。
久々の大好きな戦国乙女で愛を伝え6000枚出すことができて最高に嬉しかったです。あのまま打ち続けてもよかったんですけれども、ポイントの特化ゾーン設定したの部分であんまりまだ全然わからないとは思うんですけれども、まだまだ打ちたい台がありますんで6000枚で勝ち逃げということにさせていただこうと思います。そしてこの6000枚まだ交換してない。現在の時刻は14時、閉店までまだ時間がある。折り返し地点まで来たら万枚狙うしかないよな。この後一回休憩挟んであの台に臨もうと思います。この6000枚を倍にするぞ。万枚狙いだ。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価して明日の投稿も待っててください。それではまた、バイバイ。重量1キロ。